皆さんお疲れ様です。まいさんです。それではね、準備ができましたので突入していきたいと思います。途中途中で誰かが待ち受けているっていうお話でしたけど、ここは誰かな。ここはちょっと雰囲気も違うっぽい。風が上の方へと流れているようだが、上あれは、ああなるほど、昇降機。どうやら上の階層に抜けられそうだけど。抜けられそうやけど、まあボス戦だもんね。そうは問屋は下ろさんやろ。そうは問屋は下ろしませんわ。おい、誰がセリフパクっていいって言った。懲りもせず。この二人か。その説は失礼した。どうやら最高の舞台で再びまみえることができたようだな。ほんとお似合いだよ君。最悪の舞台の間違いだと思うんですけど。うん、そうだよね。かつてあの方も挑まれたという伝説の城、そこで武勲をあげられるなど光栄の極みというものですわ。ねえ、実際どうなの、その槍の聖女と鋼の聖女って同一人物なん。あの方、鋼の聖女、結社の第七使徒ね。槍の聖女、イアンヌ・サンドロット本人ともささやかれているみたいだけど。そのあたりも知ってるんだセリーヌは。それってどういうこと。青の奇跡でちょっと明かされたんですよね。でずっと疑問になってる。そういえば以前湖畔の城で何者かに助けられた。そう、あの状況はさ、もう槍の聖女に助けられたとしか思えないよね。実際はね、鋼の聖女なんだけど、君たちからしたら全然違うよね。250年前の人間が生きている。うん、ありえないんだけど。まさかとは思ったか。鉄器隊に鉄器隊。そうそうそう、ロイドと同じこと言ってる。真偽のほどは分からぬが、槍の聖女の流れを汲むのは間違いないようだな。その通りです。あの方に見出され、導かれ、高みに至りし神速の剣、暴流に過ぎぬアルゼイドの剣など足元にも及びませんわ。やっぱり自分たちこそが真の本物だって言いてんだな。だからあれ、あの時いろいろ悪口言ってたんだ。うん、面白い。我が目標の一端に連なるならば、まさに絶好の機会ならば遠慮なく胸をお借りするとしよう。おお、こっちが大人じゃねえか。アルゼイドの名と教授、どちらが本流かどうかは関係なく、ただお互い高みを目指すためにこっちが立派な大人じゃねえか。ちょっと戦闘狂だけど。さすがダウラだね。だーね。なんだかすでに格上っぽいそれにしても本当に秘密結社だっめっちゃ言われたの。とてもそうは見えない。まあ、いろいろあるのもう黙ってやれ。生温かい目で見るんじゃありませんわ。大層な言葉も度量の大きさも実力が伴っていてこそです。言ったな、そのセリフ。いい具合に場も温まってきたようだ。違う意味でね。それではそろそろ決着をつけるとしよう。はあ、面白い。君たち二人とも本当面白い。敵ながら好きよ。我が好敵手との決着をつけられないのは残念だが、彼が見込んだ若者たちの希望を打ち砕いてやるのもまた一興。やれるもんならやってみろ。校舎ナンバー10、怪盗紳士ブルーブラン、鬼の力を持つ若者、そして市伝の教え子たちへ、絶望の果ての美しき空虚をどうか私に見せてくれたまえ。そんな空虚はありません。こちらには敵対の筆頭、神速のデュバリー全開でいきますわよ。
こちらも参る。士官学院7組全力で目標を撃破する。燃えますね、これは。華麗に巻いたまえ。これにて決着ですわ。さあ行こっか。いろいろやってみましょうか。お、はい、狭いにもかかわらずてこの端の敵がさ、でかいからさ、入るじゃん。せーの、いけ。とどめ、ドーン、ほら、ナイス、オッケー、チャンス、よいし、任せてちょうだい。そしてヘブンズギフト、光よ、受け取って。いやー、燃えるわ。さあどうしようか。ダメージちょっと4体もいるの厄介なんだよね。ダメージのなんだろう、倍率って言えばいいのかな、それちょっと心配だから、防御力を底上げしましょう。あと何よりこの2人はさ、おそらく持ってるんだよな。そんじゃ一気に決めよう。あのエスクラをリバリーはもうエスクラ持ってるんよ。ブルブランまだ見てないけど間違いなく持ってる。ちょっとクリティカル来ちゃったから、チャンス、行こっか。これで決める。アクセス、よし、こんなのはどうかな。うわぁ、ダメージたっけぇ。あー、これちょっとまずいな。あ、しかもアーツ使えない。これエリオットに入ってもらおうか。あとクリティカルが来てるよね。そうだな、これだ。でちょっとね、もったいないんだけどこれ使わせてもらいます。変なところを、いや来そうだな。これ使ってちょっと回復しようかなとも思ったんですけど、うん、エリオットに入ってもらおうか。さあ始めるよ。ダメージ本当に高い、びっくりする。精霊なる女神の息吹よ、我が旋律に宿り仲間たちに癒しを。フィナーレ、よっし、マイでもって、こいつらってディレイ働く？あー多少働くね。あー低い。じゃあこブルブランも10かな。10だな。じゃあクロノバースト使おう。俺の番だな。でね、裏はやて、あー全部入んねえか。入ってないね、しょうがない。よし、でもう一回裏ハヤテで戻れ。
高い高い、はい、ダメージ高い。Tがちょっとバフ切れてんな。一気に行くぞ。ラジオ任せて。回復すんな。逃げ場はないぞ。はい、ナイス、オッケー。崩れた。お返し。おーし、ナイス反撃。ヘプンズギフト。受け取って、みんな。おお。任せて。まずいっすね。ホーリーブレス間に合いそうやな。使おう。起動。おぉ、いいじゃん。オッケー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 。崩れた。マイ、よし、いいんじゃないの。これもちょっと使いたかったけど無理だな。さて、じゃあこれはどうしよっか。はい、さあ、さあ、美しく散るがいい。一体か。さてと、生き残るんだ。じゃあ、氷ソングも届かないから、じゃあ、いや、レゾナスビートまだ残ってるから回復はするな。はい、ちょっとピンチです。せーの。はい。とどめ。降臨必要に狙われるんだよね。よし、回復をするな。どりゃあ、アリサのところに来たか。ありがとう。私の番ね。そうだな、ストレングスが今強化されてるから、これしよっか。逃がさないな。アーツ使えない、もう微妙なダメージだけど、風儀入ったね。いい仕事はしたと思うぞ。そしてリーンがちょっと体力があれだな。エリオットの回復は間に合いそうだから、この場を動かす攻撃する速手で。最高の舞台だ。任せて。普通に油断してると間違いなくやられるね。どうしようか。入んないかな、ブルブランは。入んないか。
でこれで。でエリオットはホーリーソング。届け癒しの歌。よし。来た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 。ナイスターゲット。でも食らうんだ。お、ナイスオッケー。ビビるカード。任せて。これはちょっと自分を回復しておくか。ほい。うん、食らうね。行くぞ。どうした。さあ一気に行くぞ。ちょっと食らいすぎてるからこのままやられるかもしれない。 P これで決める。入れておくか。シャドウブリゲイドミノ。よし、いい加減に仕上がるですわ。いやー残った、食い下がってやるよ。さするか。さあ、来た。これフィーをかばってるよな。プリズムキャリバー。ノー。あぶねえ。ナイス。ソロ。こい、ナイス、オッケー。じゃあバースト。そんじゃ一気に決めよう。任せて。任せて。シッシッ。よしよしよし。任せてちょうだい。エリオットの出番は来てくれるから。光よ。これだろうな。受け取って、みんな。ピー。ピンチだね。ピンチだけど、おお、ピーには届かない。マジか。届け。しょうがね。癒しの歌。ありがとう。よし。だあ、それやめろ。誰んじゃ。ピ、避けられる。よし、避けた。崩れた。オッケー。崩れた。そしてこれだな。おい、ナイスダメージ。うん、任せて。で、そうだな。ちょっとピンチだから、エリオットと行くよ。オーバーレーズ。よし、これでフィーの体力は心配無用。せーの。とどめ。よし。崩れた。続けていくよ。で、エリオットロストアーツ使いましょうか。それ。このタロットカードいいよね。
さあ、バフはかかってませんが、それなりのダメージを与えてくれるでしょう。いいね。行こっか。これはどうしようかな。おう、3000、5000、お、これだな。せーの。さあ、とどめ。よっし。崩れた。続けていくよ。オッケー。ザコは倒した。でもう片方も、見切ってみなさいな。いてー。あ、しかも混乱した。来たる冒険よ。は？私の番ね。はっ、ちょっとそれは話が違う。それは話が違う。おい、嘘だろ。おい、嘘だろ。それは話が違うな。アクス駆動。だ。したかな。殺しやがったてめえ。まさかピーの方に行くと思わなかった。逃げ場はないぞ。なあ、やばいな。これホーリーソングも届かんよね。もちろん、あ、これはもうアーツはあれだから使えない。適当に一体。いや、ちょっと待って、こいつらやってくると思わんかった。こうしよう。で、リーノ、あれ、なんとかしないと。バフかかってんだよ。ストレングスのバフかかってんの。精錬なる女神の息吹よ。我が戦慄に宿り、仲間たちに癒しを。フィナーレ。ああ、ちょっと、やめて。どりゃ。てかさ、リーのコードちょっと速くない？スピードダウン。ナイス避けだけどさ、誰ともリンク結んでないから。うわ、バカ野郎。したかな。それ。うわ、最悪最悪。食らいなさい。うわ、ありがとう。さっきから、さっきからやべえ。さあ、美しく散るがいい。さあ、ありがとう。ピンチだね。
これどうしろと。とりあえず お前は EP 回復しとこっか。それロストアーツ使ってるバーじゃなかったね。これは間違えたわ。セラフィムリング使えねえ。仕方ねえ。でセラフィムリングをここで発動しとこう。ありがとう。行くぞ。やばすぎ。で新規使おうか。あなたの番です。ザーン、ビームだ。もらった。任せてちょうだい。でヘブンズギフトこっちに当てよっか。受け取って。だあ、それやめろって。マイ。こいつを先に倒すべきだな。波を切り裂く戦火の一刀。よしよしよし、ダメージは出るけど、どりゃよし、ナイスオッケー。あ、リンク結んでね。僕の番だね。ダメージはみんな一緒ぐらいか。じゃあグランストローム使おう。こんなのはどうかな。よし、ナイスオッケー。崩れた。ファースト。そんじゃ一気に決めよう。任せて任せて。スイッチ。何だ。ダメージ出ねえな。本当に。たまよ。チャンス。よし。続けていくよ。おう、行こっか。行こっか。どうしよっかね。アクセ駆動。やっ。マイで、ブルブラン、いやー違う、うん、入れよっか。無名を切り裂く戦火の一刀と。やべえな、強えぞ。しっかり強い。エピスいっぱい落とせ。次の立ち、赤月一撃。
よっし、美しい。よっし、多分これでこの戦いの肝は突破したろう。ああ、いきますわよ。なんつうタイミングで使ってきやがった。プリズムキャリバー、ダーン。みんな来たかな。よし、ダメ、そのタイミングで倒しちゃダメ。先に進みましょう。まあでもしょうがねえ。あー、かかった。これでマックスか。よし、掴んだ。うん、いい感じね。やったね。はあ、精進あるのみ。やったか、強かった。まあこんなものか。どんな問題。なったか。なったよ。よくこんな相手に勝てたわね。正直しぶとすぎ。マジでそう、マジでそう。結社の使い手、これほどだったとは。どうやら絶望を乗り越えられる資格は示せたようだが。なんで仮面取れてるんでしょうか。今回ばかりはいささか相手が悪かったようだ。なんで。何、ありえませんわ。あ、私が遅れを取るなんて。あ、なんかスイッチ入った。あの方より授かり試験が無造無造に破れるなんて。あ、やばい、スイッチ入った。ありえない、絶対に、絶対にありえませんわ。ちょっとな、マジかこいつ。これほどとは。なんという速さだ。でもこのままじゃ執行者ではないものの、彼女の実力は結社でも折り紙付き。崇拝する主の名代である以上、命を落として立ち去られ続ける。そういや、こいつ一度も勝ってませんでしたね。青の奇跡とかも含めて。それでは絶望の第二幕を開くとしよう。マジか、もう嫌なんですけど。まずいわね。どうしたら。形勢逆転、強行突破は不可能。なんとか勝機を見出さなくては。悪いが、その第二幕、ね、こちらが乗っ取らせてもらうよ。は？これはまさか。おっと、よそ見は感心しないぜ。ちょっとスウェーブにいたんじゃ。てか連絡つかなかったはず。早い。え、なんで。トーバルさん、オリバルト殿下も来てくれたんですか。正直あざとすぎ。うん、めっちゃいいタイミング。別にタイミングを見計らってたわけじゃないぜ。帝国西部の状況がようやく好転してくれて。あ、そうなの。つい先ほど帝都に乗り込んでここにたどり着いたばかりなのだよ。マジか。そうだったんですか。ご加勢感謝します。まさか我が好敵手と相まみえるとは。これも女神、いや悪魔の導きとでも言うべきか。魔王の導きじゃないのこれは。アーツしか脳がない遊撃手と宝刀王子ごときが何よ。いや、せめてミュラーバンダールでも連れてきてから大口を叩きなさい。ミュラーはどこいんの。ミュラーならちゃんと連れてきているけどね。
白前がヤバそうだったからちょっくらお願いしてきたんだ。あ、そっちに加勢したんだ。お友達も駆けつけたみたいだし、すぐに制圧できるんじゃないか。お友達ってまさか、あれか、ナイトハルトか。来たね、久しく見れるか。クラウがいい。バンダールの剣。すげえ。トールズの諸君、助太刀をさせてもらおう。増援が来るまでの間協力してこの場を。いや、久しぶり声聞いたな。で、予想通りナイトハルトだけど、あれ、戦闘はどうなったの君たち。あれ、ウォレス准将と戦ってたんじゃなかったっけ。エモい。東口で戦っていると聞いたから来られるとは思わない。それ、それな。この事態にウォレス軍が一時停戦を呼びかけてきてな。マジで。そこで中将に許しをもらってこちらに駆けつけてきたのだ。なるほど、もうこんな事態になったから一時停戦ってか。ミラ、お前の方こそよくぞ帝都に入り込めたな。あのお調子者の無茶に付き合ったまでのこと、おもりをトバル殿に任せたから存分に剣を振るうことができる。そうか。ならばどちらが多く片付けられるか勝負するとしよう。そんな余裕があるんですか。面白い。大体の時以来か。いやー、これはこれで絵になる組み合わせですね。絵にしかなってね、絵になりすぎだ。できれば私もお仲間に入れてもらいたいものです。メガネが入るのはちょっと。とにかく片付けて。目いっぱい戸惑っとる。てなわけでここは俺たちに任せな。まだまだ先は長い。気合を入れていきたまえ。センキュー。それとセドリックのことは頼んだ。あ、了解。了解しました。それは了解。なんか甘くせよ。じゃあよろしく。お二人ともご無事で。風と女神の導きを。じゃあな。そうはさせませんわ殿下。合点承知だ。アークス駆動。おお。同時にアーツを。どちらも卓越したアーツの。そうなんすよ。ならば私、怪盗としてのマジック存分に披露させてもらうとしよう。いやー、いい絵面だわ。対抗意識を燃やしてるんじゃありませんわ。いい絵面だわ。バイバイ。バイバイ、デュバリー。待ちなさい。待ちやがるですわ。もうお前はお腹いっぱいだわ。満足した。いやー、めちゃくちゃいいもん見れたね。オリビエ VS ブルブランにさ、ミュラーとナイトハルトのコンビ。だねー、さすがラスだ。煉獄の大樹より現れし魔が、何を言ってるんだい。へえ、よし、
じゃあ先進もっか。はあ疲れた。